1、よろしくお願いします。行くぞ。スタート10秒を切りました。ブルーランプが消えます。スタート5秒前、牛島聖火杯ベジタブルアタック12レースの優勝戦スタートしました。20メートル並んだスタート、2番の吉松がやや前となりました。さあ30メートル注目です。6番の有吉が前に行きました。そして4番の重富、8番の金子大輔、7番の伊藤信夫、そして最後方5番の滝下純平です。先頭が変わる。2番の吉松幸が先頭に変わりました。2番手3番の山浦、3番手1番の水口になっています。内から6番の有吉達也、4番手から3番手上がってくれるか。2周目です。先頭は2番の吉松幸、2番手3番の山浦、3番手は6番の有吉、そしてその後ろ8番の金子が現在は4番手という位置。4番の重富が続いて、その後ろ7番の伊藤信夫、そして5番の滝下、最後方は1番の水口となりました。残りは4周回。先頭2番の吉松勇樹、2番手は3番の山浦、そして6番の有吉です。内から行けるか。3番の山浦が襲いかかっていく。2番の吉松を捉えまして、先頭変わった。そして3番手8番の金子大輔、6番の有吉は現在4番手となっています。残りは3周回です。先頭3番の山浦、続いて2番の吉松勇樹、そして8番の金子大輔現在3番手、6番の有吉は4番手という位置、4番の重富が現在5番手につけています。さあ3番の山浦が現在は先頭です。その後ろですが、2番手3番手争いは接戦だ。8番の金子が内に潜り込んできました。残りは2周回です。先頭は3番の山浦、2番手8番の金子大輔になりました。3番手2番の吉松、今度は4番の重富が外からまくっていきます。3番手変わるかどうか。2番の吉松がなんとか踏ん張っている。切り返して今度は内を潜り込んでいけるか。4番の重富、ブルーフラッグ、残りは1週間になりました。先頭は3番の山浦です。続いて8番の金子、現在浜松勢がワンツーとなっている。そして4番の重富は3番手、3番の山浦現在先頭、8番の金子大輔は2番手という位置。さあこのまま行くのが山浦先頭ゴールイン。払い戻し金です。2連単3番8番8650円、2連服3、8の組4270円、3連単3番8番4番46630円、3連服3、4、8の組5000トンで30円でした。ただいまから牛島聖火杯ベジタブルアタック表彰式を行います。牛島聖火杯ベジタブルアタック優勝、山浦博之。牛島聖火副社長牛島康隆様より牛島聖火賞が贈られます。賞状優勝、山浦博之殿、あなたは飯塚小型自動車競走場で開催された牛島聖火杯ベジタブルアタックにおいて
素晴らしい技量を十二分に発揮し優勝されましたので、その栄誉をたたえこれを称します。令和3年12月14日牛島製菓副社長牛島康隆。山田君おめでとうございます。続きまして、花束贈呈およびウィーニングインタビューを行います。牛島製菓杯ベジタブルアタック優勝しました山浦博之選手です。優勝おめでとうございます。はい、どうもありがとうございます。優勝しました、今のお気持ち教えてください。まあ、本当優勝とか全然できてなかったんで、とても嬉しい気持ちです。今節4日間振り返りまして、4日通して車の調子というのはいかがでしたか？もう初日は全然ダメだったんですけど、本当珍しくなんかやることが全部当たってくれて、もう今日の、思想がすごい乗りやすかったんで、はい、仕上がってるなとは思ってました。乗りやすかったということで、本日の思想が2球、4日間通して一番時計だったんですが、レースでの手応えというのはいかがでしたか？あんまり今節の本当にダメだった部分がすごい解消されてて、すごい乗りやすかったです。スタート20戦2車並びからでした。スタートに関してご自身での評価はいかがですか？もう枠なりに出れればいいなと思ってたんで、あれで十分です。3周回で先頭を捉えて先頭に立ちました。道中どのようなお気持ちで走っていましたか？いや、ちょっと吉松君にはちょっとうまく曲がれなくて迷惑かけてしまったんですけど、で、まあ、それからちょっとタイヤも滑り出しちゃって慌てちゃったんですけど、はい、まあ優勝できてよかったです。今節見事優勝をつかみました。また次節すぐ川口での開催も控えております。意気込みのほどよろしいですか？まあはい、いそいそ頑張るだけなので、はい、頑張ります。それでは最後に応援してくださっているファンの皆様へメッセージをお願いします。そうですね、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけども、先日2人の先輩選手佐藤正人さんと、黒岩明さんが殉職されて、勝手ではございますけども、言葉を借りてご冥福をお祈りさせていただきます。で、今日は夜遅くまで残っていただいてありがとうございました。今日当たった方も外れた方も、これからも、オートレースを、楽しんでください。あと牛島製菓さんもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。牛島製菓杯ベジタブルアタックを制しました山浦博之選手でした。おめでとうございました。ありがとうございます。